みなさん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。みつ先生旅です。今日はですね、2022年、私が旅した中で、恐怖だったこと3線をお話ししていきたいと思います。はい、そして最後には次の旅のお話をしていきますので、どうか最後までご覧ください。はい、2022年、結構いろんなところに行ったんですけれども、 まずね、あんまりそんな、あの、危ない旅はしてこなかったんですが、あの、まあね、いろんなとこ行ってますので、まあ、いろんな、あの、経験はね、させていただきました。えー、第3位。え、これはですね、あの、石垣島で滞在したときに、なんと、あの、大雨が降りまして、飛ばされるあのですね、最大降雨量。 あの時11月だったかな。11月の最大降雨量をあの記録しまして、ねまあ、そんな中行ったんですよ。でもですね、私ね、スーパー晴れ女なんですね。<laughs> なのであの、まあ、車に乗ってるときは、やっぱりすごい豪雨が降ったりとか、建物の中にいるときはすごい豪雨が降るんですけど、あの外に出るときは結構晴れてくれたりとか、晴れ間が出てくれたりとか、 あのそんなにあの雨に打たれてずぶ濡れになったっていうことは、ね、なかったんですよ。でもその期間は本当に雨がすごい多くてあのですね、まあ、私が運転してこうゲストを乗せてこう行くんですけれどもあの途中どこだったかなあれ石垣島の、えー、西側西側の、えー、石垣八重生村からえ名倉アンパルっていうのかな名倉アンパル 木ビーチリゾートの方にこうずっとこう下っていく道があるんですよ。そこはもう本当に海の,あの真横にあの道があって石垣港伊原間線という道をねこう通ると海がすすごい綺麗に見えるんですよ。あのちょうど夕日の,、ね、あの時間とかすごい綺麗に見える場所なんですけどあのそこはね、えー、外海と内海になっている場所があるんですね。でちょうどなんか海の 真ん中の道を通るみたいな場所があって、えー、大雨なので、そこがあの冠水してましてで、そこも一本道しかないわけですよ。その海と海の、ね、間に通っているあの細い道なので、でわーどうしようかなと思ってで、ねあの、後ろからも車が来てるし、あこれ行けるのかなと思って。で前の車が、ね、ブーンって行ったんですよ。<laughs> でも結構こう、車のね、三分の一ぐらいこう水に浸かる感じで、あ、これ確か、あの、マフラーとかね、お水に入っちゃ、これ危ないんじゃなかったかなと思いながら、私もね、ゲスト乗せてますからね、ドキドキですよね。そしたらね、そこ、一緒に乗って、車に乗っていたね、猛者がいたんですね。猛はいその猛サが、行け行け、止まったらねー、とか言って、行けーとか言われて、はーいみたいな。 いきますみたいなでブーンっていって、でもすごい結構なね冠水してたんですけど、はい、そこをなんとか通り抜けて、街、はい、の,の方うに、ね、抜けていけたんですけれども、あれはちょっと怖かったですね、なんかここでね止まったら大変と思って、はいあの皆さんねあの、命を預かって責任がありますのでいや、本当にね、ドキドキしました、あんな大雨もね、初めてでした。 はい。でも、まあ、いい経験でね、鍛えられましたよね。えー、怖い目に遭った第2は、ハワイの夜。はい、えー。ハワイにね、行った時に、あのーまあ、たまたま食事会があって、アメリカ人の方がいたのであの、日本のね、うどんが食べたいって言って、丸亀に行きたいって言うんですよ。で、丸亀うどんね。 で丸亀うどんに行くのに私の滞在してたホテルから歩いて5分,5分、10分、10分ぐらいだったのかな、の距離だったんですよ。で夕方だったので、ああー、まあいけるなーと、まだ明るいし行けるなーと思って帰りを考えてなかったんですね、その時はね。で、歩いて行ったんですよ。はいそしたらあの、まあ、帰りにやっぱ暗くなるじゃないですか。 そしたら、こうねあの、アルコールも入っているのか、お薬をやっているのか、ちょっとわからないんですけど、やっぱりこうね、大声で規制を上げたりとかあの、車にね、なんか、車に向かってなんか物を投げたりとか、なんかそういう人たちもね、なんか出てくるんですね。あの昼間のワイキキとは本当にあの違う顔になりまして、 ちょっと、ね、あの物騒なな感じには、ね、なりますよねであの、まあ、昼間私はあんまり夜出歩かないので飲みにとかあんまり行かないので夜の、ね、ワイキキ昔どうだったのかなと思ったんですけど、まあ、2022年の、ね、秋に行った時は、まあそうですね、失業者も多かったのかな働いてない人も多かったのかもしれないですよね。 でも、やけ酒みたいな。やけ薬みたいなね。なんか薬、ね。ドラッグやっぱり、ドラッグの問題がすごいね、大きくなっているようですよね。はい。それで、そうそう。あの、すごいね、声を、大きな規制を上げたりとか、ああのそういう人たちがね、たくさん、ね、います。であ、本当ね、怖かったのは、 私が、ね、こう歩いてててたら、ら後ろかかか私私に向かってなんか言っ言くるんでで、すよ。でまあ私もね、そんなに英語得意じゃないしスラングとか全然分かんないしね。何て言われてるか分かんないけどなんかこう飛びかかってくるような勢いでこうね、言ってくるわけですよ。まあ、なんだったんだろうな日本人ヘイトだったのかなちょっと分かんないんですけどわーって言われてでも私、早歩きですよね怖い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 と思いながら早歩きで。 でもう10分ぐらいなのでもう早く歩こうと思ってこう早く歩いたんですけどあのもうねその10分の間にねいろんなことがあるんですよ、もううそのなんかこうねわーって言われたりとかで横断歩道を渡ろうと思ったら横断歩道のど真ん中であの通行人の黒人の男性とあのなんかバイクの人がうるさいバイクに乗ってる人がいてでお前、うるさいんだよみたいな感じでこうやり取りして。 あの本当に道路のど真ん中、横断歩道、私もこう歩いてるこの横で、すっごい喧嘩が始まったりとか、まあ怖い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 ってこう早歩きしながら入って、<laughs> であ、もう少しで、ね、ホテルに到着するっていうところで、あの、今度はなんかみんなね、なんて言うんだろう、なんか横断歩道、えっ、ー、と、直線の歩道があって、えっ、ー、と、右側に横断歩道がこうある道があって、 で私はまっすぐ行きたかったんですけど、なんかね、ちょっと渋滞するんですよ。人がこう溜まってて。あれ、な、なになにと思ったら、その、えっ、ー、と、直線の歩道のところで、不老者がその歩道の上で普通におしっこしてるんですよ <laughs> で。みんな、観光客とか通行人は、もうなんかそこのおしっこしてる不老者のとこ寝、ね、近寄りたくないじゃないですか。やばいやばいやばいみたいな感じでみんな。 それで直線行けないからこの右側の横断歩道で渡ってこう迂回していこうとする人たちでここ詰まっててうーわ怖いと思いながらあのみんなもなんかすごい嫌な顔しながら、えーまあ、横断歩道みんなで渡って反対側の道からまたまっすぐ行くというね,あのねそういうことが、ね、あったたりしましまそうハワイの,、ね、あの夜ちょっと怖かったです。 でも多分、ロサンゼルスとかの方が物騒なんでしょうねそう。まだね、ロサンゼルスの夜はね、経験したことないんですけど、うん、まあ、ハワイのね、夜も、ね、ちょっと物騒な感じでした、まあ。日本が安全すぎるんでしょうけどね。でもね、怖かったですよ。はい。なので、まあ、ハワイね、昼間は多分ね、全然、まあ大丈夫だと思うんですよ。まあ、交通事故とかさえね、気をつけていれば。でもね、夜は本当皆さんご注意ください。はい。 そして、日先生旅、怖かったこと第1位はこれは最近の動画でもご覧になっていただいた方多いかと思うんですけれども、まあ、アメリカが、ね、大寒波だったんですよね。 まあ、その大寒波の中に、えー、私がたまたまスケジュールを組んで行ってしまったんですけれども、えっとね、まず、えー、12時間かけて成田からテキサス州のダラス空港まで飛びましたで通常ここで、えー、6時間待ってで、えー、乗り継ぎ便で今度は、えー、2時間ぐらいかけてミズーリ州の、えー、コロンビア空港に行こうという、ね、予定だったんですよ。 ね、それでまあ6時間まあまあ待つなーと思いながら、ね、でも巨大な空港でいろんなものがあるのであの面白いのでねあの6時間時間潰してあ行こうと思って、まあ、お気楽に行ったわけですよ、はい、そしたらあのその時にやっぱり大寒波がね襲来してて、えーまあ、空港が大パニックなんですよそれで着いて6時間待った時にあ違う5時間ぐらい待った時に あなたの便は遅れますよっていう連絡が来たんですね。で、1時間、1時間遅れますよっていう連絡が入って、うわー1時間か7時間も待つんだなぁと思いながら、まあ、しょうがないなーと思って、え、まあ、待ちましたと。そしたら、えー、まだ飛びませんと。まだ飛べませんということになって、で、また1時間遅れます。また1時間遅れます。また1時間遅れますって言って、4時間まず遅れたんですよ。で、そこまででも10時間待ってるじゃないですか。 もうヘトヘトで、ね、その前にまあ12時間乗ってますからね、12時間乗って、まあ、10時間待ってるから、もうそれで22時間ぐらい、待ってるじゃないですか。<laughs> 22時間ぐらい経ってるわけですよ。もうなんかすごいヘトヘトで、ああ、もうすごいね、m 意でどうしようと思ってたんですけど、その後結局、その便がやっぱり飛びませんっていうことになって、キャンセルになっちゃったんですよ。でも、その時にもう1時、深夜1時半ぐらいで。 うわこれどうしようと思ってダウンタウンまで行って、ね、ホテル取るのにもまた次の便がいつ飛るかわからないので、まああのー、航空会社もあの何番のゲートで待っててくださいっていう感じの指示なんですねで朝の便何時から何時取りましたからって,言って変更してくれてでで何番の何ゲートを何番で待っててくださいって言われて、まあ、ゲート何番で待ってろって言われてもなー やっぱりこれよくテレビで見るやつ椅子で寝るやつかなと思いながら。ああ、困ったなと思って。でもしょうがないじゃないですか。もう待たないといけないし、ね、そこでなんとか用を明かさなければいけない。まあまあまあ深夜回ってましたからね。はい。それで、まあそうですね、そこで寝床をね、探しながら、こう、放浪しながら、あの、いろんなところ、まあ、この辺どうかなこの辺どうかなとかね、探しながら行ったんですけれども、 やっぱりこう人がねいっぱいいるし外国人もほとんど外国人だし <laughs> まあ多分、ジャパニーズで一人は私だけだったと思うんですけどあの家族とかはねみんな固まってなんかこうお布団みたいなのをかけて寝てるんですけど私はね一人でままあまあ,まあ荷物もあるしね手とかにこうバッグかけて一応セットしてみてさあ寝てみようかなと思ってこうね横になるんですけど。 まあ、あの後ろに座っている、ね、あの黒人のごっつい男性たちがなんか話してるんですけどもう私、被害妄想になってて、まあ、なんかあの後ろの日本人の荷物取ってやろうぜみたいな,なんか悪だくみをしているようにしかもう聞こえないんですようわもう怖い怖い怖いと思ってもう寝られない寝られないもう疲れてるけど目がギンギンになってあ怖,い怖い怖いと思いながらで、まあ、起きてで、まあ、しょうがないから。 あの、うちのね、あの、妹に、北海道の妹に、こう、こう、こうで、今こういう状態で、どうしようみたいな LINE を送ったんですよ。そしたら、一言。寝るなって帰ってきて、<laughs> 雪山で遭難した人みたいな。もう寝ちゃダメだみたいな。危ないから、<laughs> 起きてなさいみたいな。あの、YouTube でも編集してろみたいな指令がね、下りまして。いや、そうだよねと思って寝ちゃ、やっぱりまずいよねと思って、もう眠かったんですけど、もうしょうがない。 ですよねもうスマホが頼りでもうスマホで YouTube の編集したりとかなんか調べ物したりとか <laughs> でどうしよう明日予定がもうね全然変わっちゃったので予定変更したりとかやっててそれでまあ飛行機のね変更が翌朝の10時半になってたんですけどそれまで時間があるのでえー、まあ6時半ぐらいからちょっと仮眠室が取れたのでもう1時間ぐらいちょっと仮眠ができまして。 うん、ちょっと横になるだけでもね体回復しますよねでこのねあの鍵がちゃんとこう閉まる個室でこう安心して横になれる幸せなこといや本当に幸せだなと思いました安全ってね皆さん幸せですよねはい安全は本当にあに愛はお金で買えないかもしれないけど安全はお金で買えますよ皆さん その時いくらだったのかなあのプライオリティパスをね持っていると1時間無料で、はい、そこは借りられるんですけど普通にお金払って借りたら多分三千0 1時間3000ぐらいかなはいそのくらいでね安全が買えました、はい、その後十10時半に、うん、飛ぶ予定だったんですけどやっぱりまあディレイで遅れて あ結局飛んだのが12時過ぎ。で、まあ2時間ぐらいかけてね、またあのミズーリ州のコロンビア空港に到着しました。はい。ほんとね、怖かったですよ。夜の空港。女一人。一応こんなおばちゃんでも女ですからね。ほんと怖かったですね。あれはね、うん。まあでも、無事でね、到着できてよかったです。うん。はい。でも荷物はね、ロストバゲーってしてましたけど、<laughs> いや本当踏んだり蹴ったりのねアメリカ旅だったんですけど、まあね現地であのすごく皆さんに良くしていただいたりとか、お勉強もしっかりねヨガのお勉強もできたので、はい大満足で、はい帰ってきました。はいそんなこんなでもう本当にねあの2022年はまあいろんなところ行ったんですよ、えー。石垣から始まり、石垣、富士山、えー、北海道。 えー、そして、ハワイ、栃木、そしてまた、石垣、そして、アメリカかな。いろんなとこ行って、まあ、撮影させて、ね、いただきました。でゲストも一緒に、ね、連れていく機会もありますので、ゲストと一緒に行ったりね、でまあ、楽しく過ごすことができました。はい、まあ、2022年の反省も踏まえて、2023年も、三井先生旅を継続していこうかなと思っております。はい。で、次の、 旅なんですが、<laughs> はーい、次の、ね、旅のチケットが到着しております。じゃじゃーん。はい、今回はですね、珍しく旅行代理店さんのパックで購入してみました。いつもは単独で飛行機取ったり宿を取ったりしてるんですけれども、今回はですね、全国旅行割というのを利用してみようかなと思いました。で新幹線 結構高いですよね。飛行機で行った方が安かったりするんですけど、今回は新幹線に乗ってみます。この旅行割のおかげで、えー、温泉宿の宿泊代は、ま、ざっくりタダになってます、えー。往復の交通費も少し安くなり、泊まる宿もタダみたいに、えー、予約することができました。ラッキー。<laughs> 全国旅行割ありがとうございます。はい ということで、この、今度は日本の、えー、日本にある世界遺産に行ってきたいと思います。はい、えー。今度はね、娘と行ってきますので、母娘旅になります。ぜひ、お楽しみにしていてください。2023年、日智先生は54歳になりますが、またね、えー、元気で、皆さんと一緒に旅をしていきたいなと思っております。 より先生の旅頑張れと思った方はぜひいいねとそしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますはいではまた次の動画でお会いしましょうではまたバイバイ